セリア先生のワクワクマジカル教室始まるよ。今日の授業は魔術と魔法について。セリア先生の教師らしいところが見られますね。もう、私はいつだって教師らしいじゃない。ええ、そういうことにしておきましょうか。リオって時々意地悪よね。まず魔術とは、魔力を術式に流して発動させる事象のことよ。火の術式を込めた魔道具に魔力を流すと火の魔術が使えるみたいな感じね。じゃあリオ、魔法について説明してみて。はい。魔法は魔術の一種で、体内に術式を直接取り込んで発動させるものです。まあ、俺はなぜか魔道具は使えても魔法は使えないんですけどね。でもリオの魔力量自体はすごいのよ。貴族にもいないくらいの量なんだから。ありがとうございます。あ、そうそう、魔力といえば、俺に魔力の使い方について教えてくれた人がいたんです。あの人は確か…はい、リオ、ストップ。何ですか？その人はストーリー的に重要な存在なので、ちょっと設定を広げるだけでネタバレ案件よ。ということで、本日の授業はここまで。次回をお楽しみにね。